LT-35 は第二次世界大戦前の1935年にチェコスロバキアのシコダ社が開発、製作した軽戦車である。チェコスロバキア軍はルノー FT-17 軽戦車を装備していたが、これの旧式化を受けて1930年代中半から国産新型戦車の開発を始め LTVZ-34 軽戦車を1934年に 採用したが緊迫する国際情勢から新型戦車を追加することとなった。KD 社とシュコダ社で協作が行われ、LTVZ34 の改良系を提示した KD 社に対し、シュコダ社はビッカース・ロットン戦車を参考にした新型の S2A を提示した。1935年6月にこの2両の試作車をもとにテストが行われ、結果 S2A が LTVZ-35 として1935年10月30日に正式化された。ナオコの決定には、四股打者と軍との間に政治的な裏取引があったのではないかとする説もある。この決定に不服な、ケリーは決定に激しく抗議し、量子作者の評価特性が完全に同等であったことを明らかにさせた。採用された。 LTVZ35 は1935年10月に160両が発注された。この際、問題を解決するためカルテルに基づき、ライバルメーカーである k d 社にも生産数の半分が委託されている。1936年5月、国防省はさらに35両の追加発注を行い、翌月、両社にさらに103台の要請をし、 合計298両が納入された。最初のシリアルタンクは1936年9月に陸軍に引き渡される予定だったが、当初に生産された部品の故障率が高かったため、この計画は実行されることはなく、1936年12月21日、回収された15両を受け取った陸軍が、即座に耐久試験を実施し分解検査を行った結果、 一部部品の構造及び材質の欠陥が判明し1935年に注文したすべての機械を撤去されることとなった。1937年に138両が追加発注され、約300両がチェコスロバキア軍に納入された。また、ルーマニアなどの東欧諸国にも納入されたほか、イギリスやソ連も購入や国産化を検討したが、 ドイツの介入や契約未締結で実現しなかった。1938年からドイツによって段階的に行われたチェコ併合により LTVZ-35 の多くがドイツ軍に接収された。1939年3月の段階でチェコスロバキア軍で保有していた LTVZ-35 は297両でそのうちの219両がドイツ軍に接収された。 本社には、チェコ製を意味する形式記号を与えられ、35戦車と呼ばれた。LTVZ35 では、砲塔の上員が戦車長のみで、砲塔からチェーンで釣られたサドルに腰掛け、式と装填、射撃を一人でこなさなければならなかったが、35では、装填手が追加され、パイプフレームに付けられたシートに腰掛けるように変更された。 これで戦闘力が向上した反面、内部スペースが減少したため、搭載弾薬は減らされている。無線機もチェコ製の VZ35 から F2 及び F5 に変更された。変速機構は前後とも6段ずつで、ブレーキ機構とともに独自の空気圧式を採用している。この機構は同時代の戦車に比べ操作を軽く容易にするものであったが構造が複雑であり、 生産初期にトラブルを頻発している。足回りはリーフスプリングのボギー式で信頼性が高く自体の寿命も長かった。本社は質、量ともに力不足であった第二次世界、対戦回戦初期のドイツ軍にとって貴重な戦力となり、本来訓練用であった愛護戦車や通号戦車よりも兵士たちに好評であった。なお、全面走行は2 5トルと、 同時期のドイツ製軽戦車より厚かったが、操縦手と無線手の視察用バイザーはずっと薄い、スリット付き装甲外の裏に 50mm 厚の防弾ガラスがはまった構造になっている。またリベット結合であるため、被弾の際に、それが車内に飛び散って乗員に被害をもたらす危険性があった。開戦以来多くの戦いに参加し続け、1941年夏の バルバロッサ作戦にも投入されたが、その冬の東部戦線では、寒さにより、空気圧式の変速及び、ブレーキ機構に作動不良が頻発し、問題となった。LTVZ-35 は、第二次世界大戦初期の軽戦車としては、当初信頼性に問題があったものの比較的優れた軽戦車であると評価されているが、1941年頃には、ドイツ軍の 第一戦装備としての役割を終え、封建員車両に改造されるなどした。また輸出型は同盟国で使われ続けた。LTVZ-35 は、チェコスロバキア陸軍で用いられ、1938年9月に、ズデーテン地方ヘンラインの暴動鎮圧の際に、実戦を経験している。ドイツ軍の装備となった35戦車は、第一軽装甲師団に配備され、 1939年のポーランド侵攻に参加した。しかしこの時、たった一両の TKS の待ち伏せによって13両門の損害を出している。続く1940年のフランス侵攻では、第6装甲師団のほか、第 3SS 装甲師団の偵察大隊にも配備されていたが、胴体の6両すべてが、作戦終了時までに失われている。 1941年のソ連侵攻では149両の35戦車が第6装甲手段に配備されていたが、回線早々キロボルトマイナス1とキロボルトマイナス2を装備する敵に遭遇しても足も出ず40両を失った。その後 T マイナス34が出現し完全に性能不足となって損害を重ね、1941年12月10日までに、 前者を損没した。ありがとうございます。